相手が決まりました。相手が決まって、静香より、まあ、5キロぐらい重い選手で、2戦、1勝1分けかな。で、まあ、経験は長い、相手の方が全然長いし、試合の、試合をしている場数も多いんだけど、それからすれば勝てる穴は全然あるから、勝てる穴だよね。穴があって、勝つことができるから、まあそこで、どっちかっていうと、まあ、ちょっと女子に多い、アマチュアの女子に多いと、前にズタズタズタって歩いて、もう思いっきりローキックってたり、近づいたり、パンチを振ってくるような相手だから、やっぱね、顎が打たないようにしっかりこう上目遣いにこう見るのと、ガードを上げていくことと、あとやっぱこう身長が静香の5センチぐらい高いからちゃんと前蹴りをさせてこの距離に入れないで、やっぱりさっきも言ったけど長い距離で戦う、長い距離で戦うか、相手は中間距離が好きだから中間距離になったら一気に詰めて短い距離で変化を膝ね、組んで左側膝でも膝当てた後に全然組んでもいいし、で遠い距離ではジャブを顔に当てる距離じゃなくてグローブに当てて前蹴りをしっかり刺す、うん、でそれを覚えてくると相手が嫌がってくるから、そのガードが下がってきたらそれをフェイントにパンチつなげるような、まあ、長い距離ではパンチを見せて前蹴りとミドルをバンバン蹴っていく、あと中間距離になったら自分がそれを嫌がって中に入って膝を打つ、あとまあ正面にドン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 って絶対押されてしまうから、いつも言ってるようにこう右に回る、左に回ると強い攻撃があるから右に回りながら、まあ、自分のペースを作っていく、まあ、どうせって言ったらあれだけど、デビュー戦だし疲れるし、1分半がすごく疲れると思うんだけど、でもやっぱ足を使わないと、ああもう疲れたって待ったら相手のラッシュが始まっちゃうから、まあ、そこだけは気をつけてでも足を使ってそれをさせないようにね、その練習を続けていきましょう。はい、今やったことの精度を高めて試合で、まあ、1分半の2ラウンドか 3分だとしても3回頑張って出せるようにしたい。そんなもんだからね、出したくても出せないのが試合だから、それをちょっとこの1週間で精度を高めていって膝でううって言わせると最高っすね。はい、なるべくそれを作れるように頑張ります。なんだこれ。さあ始まりました。うん。おお。うん。デビュー戦の割にはしっかり、そうですね、最初ちょっと驚いたと思うんですけど時間経つとね落ち着いてきましたね。うん、落ち着いてきますよ。金城選手前に出てきました。そうですね、これがこれきついですね。うん、最初はあそうですね、
半ですかね。1分半ですね。ちょっと青コーナーちょっと落ち着いてきましたね。落ち着いて出てきましたね。デビュー戦ですからね。これはね、今ね思ってるよりきついなと思ってると思いますよ。やっぱり、ね、緊張もあると思う。そう、あとだから2ラウンドはもう気持ちいいですね。そうですね。気持ちどう出るか。そしてもう30だからもうスタートです。さあどうでしょうか。右ミドルいいですね。さあこれ苦しい時間、お互い苦しい時間。さあ、パワーに下がりますね。そうですね。すぐ立てるか。さああと10秒、10秒はもう気持ちいいですよ。気持ちいい、気持ちの強い方が勝ち。素晴らしい。デビュー戦でそうですね、最後まで試合を投げずに、素晴らしかった。まあ押しましたからね、素晴らしい、ナイスワークでした。よく頑張りましたね。はい、というわけですね、ワクワクファイト終了しました。静かチャレンジ試合に向けて鍛えてというか、まあやってきたんですけど、どうでした、試合出た感想は。疲れました。疲れてました、本当に。もうインターバル戻ってきたら、まあ、みんなそうなんですけど、唇がこう紫になってもう放心状態になるっていう、漏れなくそうなんですけど、はい、他はやりたいことができなかったです。何がやりたかった。前蹴りです。前蹴りでも出してましたよね。出してたけど距離が近かったですね。前に相手が結構突進力が強かったですね。はい、まあ経験もあるし、で本人もやっぱこうデビュー戦だし、やってきたことができてることもあるし、できなかったこともあったんで、僕は位置取りを必ず右に回りなさい、位置取りを右に取ってって言ってたんですけど、こっちに回っちゃったりとか、それはもう徹底してたけど、やっぱこう試合が始まっちゃうとそうなって、でもバーって言ってる間に気がついて位置取りを変えたりとかしてくれたので、まあ自分のセコンドの声を 50% くらいは聞いてるかなっていう感じですかね。はい、聞こえてた。聞こえてました。なんで動かなかったの。体が動きませんでした。まあ緊張すると下半身も重かったでしょ。はい、はい、いろいろあります。今回負けてしまったんですけど、はい、今後どうしますか。自分がどうしたいか、全然俺はフィットネスとして続けたいなのか、もう一回試合に出たい、勝つまでやるんだとかなのか、
まあ、とりあえず今の気持ち勝つまでやりたいです。でも勝てそうでしたけどね、見てたらもうちょっと。そうっすね、首相撲のシーンとかやればやっぱあのスポってハマってたところもあったんで、そうなんですよね、強みになりそうだと、はいはい、思いますけど、ね。まあ、身長高いんで、うん、そういうところをやりますか、じゃあ勝つまで。はい、すごい。普通ね、嫌がる。すごいですね。もうこんなに痛いの嫌だとか、きついの嫌だっていう人が多い中、はい、やるそうなので、また、試合の時に追っかけていければいいですね。はい、はい、じゃあ引き続き頑張りましょう。はい、今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。